獅子肉、なかなか脂身すごいでしょ。これおー、ね、脂乗ってますね。そうそう、結構いい部位があって、それは今日ステーキにしようかなと思って。あー、すごい。おでんはね、ちょっとやっぱアク抜きしとかん。あー、なるほど。すごい。やっぱアク取りすぎると、うまみもなくなっちゃうんで。あー、そうなんですね。そうそう、なんかある程度にして。見てみこれ、えぐい量もやばいけど、なんなんそれ、これ獅子肉よ、ほらやば、いいね、綺麗や。いいね、いいね、いいね、テンション上がってきたよ。テンション上がってきたよ。おお、食えるぞ。うまい。うん。脂で最高。
すごい。うわ。卵。じゃあいただきます。ではビールを乾杯。乾杯。乾杯。いいね。うん。あったか。うわ、しし肉柔らかいね。やばい、柔らかいです。お。トロトロや。やばいな。やべえ。うまい。これはやばい。これはやばい。やばい。うまい。うん、やばい。油がもうプルプルやもんね。プルプル。コラーゲン。なんか強いな。すごい、時間経ってもあったかい、うん、いや最高やな、やっぱおでんにしてよかったね。あれやね、ほんと夏は夏でいいけど、やっぱ寒い時期もいいね。やろう。うん、夏より冬がいいな。うん、なんかこの感じがいいね。あったかいの、シオンが。うん、よいしょ。全部入れる？そうやね。食べれるやろ、みんな。え、もうこれより寒なったらもうしおらんの？する。関係ない。うん、雪中キャンプしたいんやもんね。うん。雪の中？雪の中したい。なんかそこについてた気が。じゃあ特別に、はい、エビ。エビなんすよ。エビだんご。まずはい。あ、どうどう。オッケーです。うまそう。やばい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 。いただきます。いただきます。じゃあいただきます。うん、うまっ。
美味しい。これはいけん、これはいけんの。やばい。合うね。合うね。だしがええな。うん。めっちゃあったかい。やばいな、毎週キャンプしたいな。いいね、獅子肉でだし取ってね、うん、油取って、うん、臭くないね、ほんと油が甘いもんね、うん、甘い、うん、ポロッと、まあ、それも全部、まあ、血抜きがうまいのと本当に質のいいイノシシやったなと思う。そうやね、多分血抜きがうまいんと、うん、本当、うん、あれやろね、うん、取ってすぐさばいてあれやないの。そう、血抜きしとるんと大きさと あとオスメスの違いとかがすごいある。だって普通獅子肉って臭くて食えんっていう言うやん、うん、普通に食うたら、うん、でも全然臭くないし、そうそう、むしろうまい。オスメス、これはメス。オスは臭い。あ、ほうな、うん、で夏のイヌシも臭い、やっぱり。じゃあ今から、今のやつが一番美味しい。そうな、そんな話やっぱすごいな、聞いたことないもん、うん、寝てみて。おう、おやすみ。寝心地いい？おう、まあまあやね。おう、いいね。まあ、やっぱちょっと薄いかな。
夜俺2回目やね。うん、夜は。あ、そうなの。うん、俺この前初めて夜やった時、ね、もう相当疲れとって相当寝よったよね。知っとる。もうもう飯作ってくれよんのにもうこんなんやってでちょっと横になるわって横になったよ、うん、そんなもう寝とった。そうだったんや。じゃあ飯食わずに、うん、飯できて、できたよって起こされて、うん、で、飯食ってまた寝た。あとひどかったね。もう疲れとったんやろね。相当眠かったよ、あの時。